青柳、一応三冠オース W、 こいつが WBC に招待されてないのって地味におかしくないか。ありえるんか、こんなこと。三冠王やぞ。これ以上髪抜けたら誰が責任とんねん。こいつを差し置いてようわからん。セリーグ投手が選ばれているのは何事か。実際通用するか別としていてええと思う。阪神ファンじゃないけど嫌いじゃないし、そう言われるとめちゃくちゃ過小評価されてるな。これでもし阪神が優勝したらサボったことにされそう。五輪で燃えた次第に先発の適性がなかったから。球威のある先発多くてリリーフで青柳使いにくい。これでもし阪神が優勝したらサボったことにされそう。五輪で燃えた次第に先発の適性がなかったから球威のある先発多くてリリーフで青柳使いにくい。ベテラン投手はだるいればいいって判断なんやろな。オリンピックでバッティングマシーンだったし、この手の変則モーションのピッチャーは毎度国際大会じゃ使えないじゃん。前回困ったら牧田やったやんけ。バント処理もできないやつ連れていけるわけないやろ。一塁送球するとき絶えずワンバウンドさせてるやつこいつだけやぞ。ご視聴ありがとうございました。